ご視聴ありがとうございます。今回は完全に男性向けではないですよね、女性向けです。まあでもいいですよね、ツイステのフィギュアです。超大人気ですよね、ディズニーツイステッドワンダーランド。アニプレさんとディズニーで制作のモバイルゲームで、キャラクターデザインが黒執事とかで有名なトボソヤナ先生ということで、そんなの人気出ますよね。でそんなツイステなんですが、秋葉原のアニプレさんの店舗でですね、展示が始まりまして、早速スケールフィギュアということでリドルとレオナの展示を見てきました。その時の動画です。よかったら見ていってください。はい、でまずはリドルになります。8分の1スケールフィギュアですね。ですいません、私ゲーム自体はほぼやってません。流行りに乗って少し触っては見たくらいですかね。ですのであまり大したお話はできませんので、ゲームではなくフィギュアとして、ブツブツ喋っていこうと思います。ちなみにこれがですね、もう受注期間終わってしまってるので予約はできないんですよね。今年の8月くらいから予約が始まったんですが、これ今まで全然展示見ることができなかったんですよね。京マフとかではあったみたいなんですが、さすがに行けなかったので今回初めて見ることができました。でもこれデコマスですけど本当に綺麗なフィギュアでしたね。このクオリティで発売してくれたら、本当に最高かと思います。さすがトボソヤナ先生っていうのもあるんですが、ほぼほぼゲームでは遊んでない私なんですが、実はですね予約しちゃってます。何なんですかね、造形が美しいフィギュアって欲しくなっちゃうんですよね。というわけで来年6月到着予定ということで、この動画とか、ある程度見ていただけたりとか需要あるようだったら、開封動画なんてのもやってみたいななんてのも思ってます。ちなみに、19,800円ということで、台座も豪華だったりしますので結構お高めなフィギュアですね。出来はすごい良さそうなフィギュアなんですけど、こういった高額なスケールフィギュアって女性の方ってどの程度需要があるんですかね。それもすごい気になりました。予約もたくさんあるんですかね。どうなんですかね。はい、でお次がレオナキングスカラーになります。こちらはまだ予約が始まったばかりですね。でも結構お顔がいろいろ言われてるみたいですが、どうですかね。予約画像よりは実際は自然に見えましたけど、あと肌の色とかも画像ほど濃くない印象でしたね。でもですね、これ元の書き下ろしイラストが躍動感ありすぎて、特に紙なんか本当フィギュアにするの超大変そうに見えます。ヘッドがちょっと雰囲気イメージ違いますかね。どうですかね。話題になるのは、少しわかる気がしましたかね。でも立体化なわけですからね。やっぱ作るのって本当大変なんだなって思います。あと無理でしょうけど下からグリーンに発光する台座とかあったらよかったですね。でこのレオナは台座がシンプルなせいかリドルより少し安くてですね、18,700円だそうです。で受注期間が3月28までとまだしばらくあるみたいなんですが、早期予約特典で缶バッジがついたりするんですよね。でその締め切り1月24までということなので、予約する場合っていうのはやっぱり早めの方がいいかと思いますね。ヘッドで少し検討っていう方も多いんですかね。はい、ということで今回はツイステのフィギュアの展示2体でした。でどちらもアニプレさんのみでしか買えないわけですが、今回両方とも特に制作協力の記載とかなかったんですよね。完全にアニプレさんから出るっていうのも結構珍しい部類かなと思います。
まあでも同じ感じで黒羊のシエルのフィギュア、あれが2017年に発売されたんですが、持ってるんですけどすごい出来がいいんですよね。まあ、なのでこの2体も全然見本通りの製品っていうのは期待しても大丈夫じゃないかななんて思ってます。まあとりあえず、リドル予約してますので、そちらをですね楽しみに待ちたいと思います。それでまあもちろんこの2体で終わるわけはありませんので、もうすでに発表されているキャラもいれば、まだまだこれからアニプレさんのことですし出まくる予感がします。推しのキャラがフィギュア化されるといいですね。まあそんなわけで今後もちょっと注目していきたいと思います。はい、ではですね今回は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。